スカパーハイブリッドやペイパービューをご利用いただくにはインターネット接続が必要です。有線 LAN でつなぐ場合はお持ちの通信端末やルーターからチューナーへ LAN ケーブルで接続します。こちらは無線 LAN での接続イメージです。このチューナーはスカパーハイブリッドに対応しています。番組表から見逃し番組や関連番組の視聴ができたり、画面上でチャンネル契約の変更手続きもできます。スカパーハイブリッドを利用するための設定を行いましょう。ホームボタンを押してホーム画面を表示し、設定を選択してください。次にスカパーハイブリッド設定、サービス利用設定を選んで決定ボタンを押したら、するを選んで決定ボタンを押してください。これでサービスの利用設定は完了です。それではログインしてみましょう。ホーム画面でアプリを選び、アプリ一覧画面を表示します。契約変更手続き、見逃し視聴を利用を選択し、決定ボタンを押します。表示された内容に従い、リモコンで必要な情報を入力してください。ログインが完了すると、アプリ一覧画面が表示され、画面左上にログイン名が表示されます。チューナーをインターネットにつないで、快適なスカパーライフをお楽しみください。